皆さんどうもこんにちは、あやなんです。パンスです。イエーイ。今日はあやなん強制日記でございます。クリマスのこれ言ってほしいんだよ。え、ご存知の方もいるかもしれないんですけれども、私あやなん強制生活を始めました。ボンさん、歯並びあんまり気にしなかったんですけど、こうコメント欄とかでね、なんかあやな歯直したらすごい良くなりそうみたいな風にこう言われたりとか、まあ一番はやっぱ見られて、コメントに書かれて、それを受けての、あ、私こういう方がいいのかもしれないみたいな、そういう気持ちの変化ですね。昔は自分歯並びめっちゃ悪い、変えないとみたいなことを思ったことがなかったんですよ、正直。まあ、ちょっとなんかちょっとここの段差のところになんか詰まるなーくらい、ちょっと待って、何も映ってない、そのチョコレートを映してないで、ママのこの歯並びを映さなきゃいけないの。いい気分。お願い、喋らせて。今ママがやってるっつってでしょ。食べてんね。食べてんねじゃなくて、そうで、で、まあ昔はそういうふうに思ってなかったんですけど、今大人になってこういうふうに見られることもありがたいことに増えてきて、改めて、あ、歯並び直した方がいいかもしれんぞということでですね、矯正を始めることにしました。結構私もう歯医者さんとかすごい大嫌いなんで、しゃーないからやるしかないみたいな感じでもう始めたんですけど、もう痛いって聞いてたし、で実際のところ今どうなのかっていうのと、まあ費用いくらくらいしたのかっていうのと、まあこれ強制日記だから、なんか終わってからこうでしたっていうよりか、私は今こんな感じです、今こんな感じですって感じで勝手に共有させていただきたいと思います。今日は強制をつけて4日目になります。状況はどうかというと、私はね、案外ね、あんまり痛くないなって感じ。本当の最初の1日目と2日目が、あーもう本当に嫌だって感じだったんだけど、そんなにめっちゃ並びが悪いわけじゃなかったのかな、わかんないんだけど、2日ぐらい経ったらね、痛みはだいたい収まりました。まあ言うて、まあ以前みたいにガブガブ美味しいものを食べてるわけではないです。ただ私でダイエットを並行にやってたので、豆腐とかを食べてたんですよ、よく。だからそんなになんか苦じゃない、今の自分的に。それは多分私だけなんだと思うんですけど、あんま苦じゃないなって感じでですね、私ね、なんか2週間ぐらいちょっと限定でピンク色、黄色、青がついているカラーの矯正装置にしてみました。どうですかね、こんな感じになってます。今ね、私の歯並びは、ファンスはね全然綺麗、パパに似たのかな。私はここに八重歯があって、ここに一本だけ後ろに下がってるやつがあります。ガハハーって笑った時にこう後ろに一個影が見える感じがすごく今は嫌なんですけど、これを徐々に直していくって感じですね。全体的にグッてずらして、さらに彼を前に持ってくるような感じなんですけど、私は虫歯の治療とか親知らずの抜歯とか全て矯正しながら並行でやっていくことにしました。っていうのも、なんかもう早くやってって感じ。虫歯全部治してから、親知らずも4本全部抜いてから矯正装置つけましょうっていうのがもう待てなくて、あ、もう今すぐつけてください、もうすぐつけてくださいって言ったから、あ、じゃあもうつけながら平行でやりますねって言ってくれて、なカーズだね、ありがとうありがとうありがとう、おいおい、うん、そう、だから結構スピードでやってくださいってお願いしたんで、そういう感じになった感じだね。で、なんかマウスピース矯正とか裏側矯正も、キラ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 とかじゃないね、それさ、自分がさ、イタリアパッキング時にやってたボケじゃん、それ思い出したんでしょ今。で、マウスピース矯正、前側矯正、裏側矯正と3種類ぐらい種類があったんですけど、私はマウスピース矯正は絶対にね、取り外しをする、ご飯の時は外すんですよ。それが絶対私だらしないっていうか、こう忘れちゃったりとか、めんどくさくなってしまう自分自身がっていう風に考えて、そのカウンセリングも受けたんですけど、やめました。で、裏側に矯正するか前側に矯正するかでも悩んで、人前に出る仕事だから
普通は裏側を選ぶ人が多いと思うんですけど、歯医者さんも3軒行って、まあ、前側の方が早いっていうのだけは分かってたんで、あと値段で決めましたね、私は。これ矯正の仕組みがどうなってるかというと、変だね、この歯に一個一個ボンドでまず土台を貼るんですね。この土台、これがついてる土台がこれです。これを貼って、でその上にワイヤーをはめて、で一個一個ゴムをかけて止めていくの、このでこのゴムがいろんな色があるから、なんか気分で変えられるんだけど、私は1回目にねこのパステルカラーにしちゃったから、すごいなんかうわついてるみたいな風になってるんだけど、これ透明もあるから全然目立たないようにすることもできるっていう感じだね。実際にね、あのつけに行った時の映像もちょっと撮っといたので、歯医者さんにね協力してもらって撮ったから、ちょっと見てみてください。どうぞ。すごい、ちょっとクークーク開けて、その音楽とかのなんか風景が合ってる。こんにちは。シワチャンネルです。シワチャンネルです。ハギが。いや、あと4分当たなきゃいけないから。シワチャンネルです。今ね、全部このここの部分を付け終わって、で最後にワイヤーをガスってやって、それで終わりって感じですね。この3つでね。シワの入りカラーにしました。シワユウ、アヤナン、ホンスって感じで、すごく楽しいです。分かった分かった。 Yes, we Canada Yes, Canada Go! Why? ここはブラー、この鼻ロイが治ると思うとすごくワクワクしますね。ものすごい顔してるんだけど、やばくない？いや、顔見るとマジ鼻ロイ悪いよね、私。ありがとうございます。綺麗になるには時間とお金と努力が伴いますね。今からワイヤーをつけます。 OK です。 OK です。すいません、あの髪の毛をシーってやる、あの美容室じゃないんですよ。髪の毛をシャーってやつ、あの美容室じゃないんですよ。ちょっと似てるけどね。あ上からつけていこうか。はい、お願いします。すごい、貴重映像。あ、かわいい。こんな感じです。かわいい。こんな感じ で、ここはまだつけないから、こっち何色にする？青。青、うん、ここはね、ここの隙間ができてから。あ、はい。はい。で、ピンか。うん。私が行ってる歯医者さんのところの値段は75万ちょっとぐらいです。ちょっとずつなんか動いてるような感じは感じられるんだよね。あとはなんか歯茎がね圧迫されてる感じとか、もうそれは違和感はあるね。けど、もう寝込むほど想像でする、うわー痛ーっていう感じではない。だからちょっとまだ安心してます。私はね、結構このカラーがすごい気に入ってて、なんか、キランってしたくなっちゃうんだけど、結構友達には、え、なんでパステルにしたのって言われた。え、めっちゃ目立つじゃんみたいな。私的には、え、可愛くないって言ってるんだけどね。でもいろいろ撮影とかこれからなんかステージとかあるから、結局は透明に戻すんだけど、え、カラーも全然可愛いなって思いました。これは一回一回ワイヤーを変えるごとに私は矯正日記撮っていこうと思います。もう変えた直後はね結構マジで痛いからうーって感じなんだけど、まあ鈍い痛みがこうずーっとある感じ。痛みっていうかなんか違和感だよね。こう噛むとズンって響くような神経に、そういう感じが、まあ、2、3日で終わったかな。今はね、割とね、ってできる。でね、セラミックの選択肢はなかったんですかみたいなコメントがちらちらあったんだけど、セラミックは私は、やっぱり最初検討してましたね、正直。セラミックっていうのは、本来の自分の歯を小さく削って、そこに綺麗なセラミックの歯をスポッと被せるようにして、綺麗な歯に並べるっていう、そういう治療法もあるんだけど、まあそれは言ったらね、もう自分の歯を極限まで小さく削ってしまうんですよね。虫歯じゃないのに。
で、それが私は最終手段なんじゃないかなって思って、なるべくは自分の歯で行けるとこまで行きたいなっていう風に、まあ、3つカウンセリング行って、どの歯医者さんも一番にセラミックをおすすめっていう風にはしてこなかったです。それはやっぱり本来の自分の歯をね削るっていうのがあまり歯医者さん的には、親戚だったら僕は止めますみたいな風に言ってくれて、矯正でも十分に治ると思うので、セラミックじゃなくて自分の歯をきれいに並べるっていう方がいいと思いますっていう風に言ってくれて、ワイヤー矯正にしました。今はね、早くね、綺麗に並んだ歯が見たいなって思うんだ、自分の。けど、矯正生活も楽しんで、やっていきたいと思います。こんな感じです。経過を一緒に報告していくので、もしこのタイミングで始める人がいたら、私の動画と一緒にさ、経過を楽しもうね。楽しみだなぁ。歯並び早く良くならないかなぁ。この期間をね、1年も、2年かかっても頑張って乗り越えていこう。みんなも矯正する人一緒に頑張りましょう。痛い時は痛み止めを飲んで、柔らかいものを食べれば一緒にダイエットにもなるし、ポジティブに楽しく自分の宿命を乗り越えていこうね。私の矯正日記は今日は第1弾これでおしまいです。綺麗に鼻が治りますように。